だからね、まあ、劇団一人はあの、ああ見えて結構いいとこのボンボンですからね。あの、お父さんはあの、国際線のパイロットですね。おく、あの、お母さんはあの、CA さんで。今あの、マナー講師みたいなのやったりとかね、されてて、お坊ちゃんですからね。はい。で、あの、幕張の方でね、ずっとあの、あいつね、あんまテレビで言わないんですけど、すげえヤンキーだったんですよ。劇団一人は。はい。あいつの相方の中学校の写真とか見せ見せてもらったんですけど、金髪のパンチパーマですよ。 中学生で。俺、とんでもね、気合い入ってる後輩が現れたと思って。ほんで、えー、え、お前らさ、何、ね、どこで出会ったのみたいなのね、お笑いやるとき。例えば僕だったら、その、お笑いやりたくて、で、当時やっぱ、雲南さんとね、ダウンタウンさんがいて。で、ダウンタウンさんはその、大阪の NSC って養成所だと。で、東京まだなかったんです、その時。で、うっちゃなんちゃんさんが日本映画学校って専門学校出てるっていうんで、あ、じゃあ、そういうところ行こうと思って、僕はその、えっ、ー、と、東京アナウンス学院ってところでお笑いがあるっていうんで、そこ行って、相方と出会うんですよ。 で、まあ、相方が、と僕が、名前の順が前後ろだったんで、それでコンビ組まないかってなって、それで組むことになったんですけど。でまあ、劇団に、な、なんで組んだのって言ったら、いや、なんか中学の時に、こいつがまず最初に、うちの中学に乗り込んできてっていう、まあ、隣の中学の番長だったんですって、<laughs> 相方が。で、その、劇団一人も、その学校の番長だったんですよ。ほんで、その後俺らが乗り込んでやって、みたいな。すげえなんか、 武藤派入ってきたと思って。今そういう姿一切見せないですけど、なんかちゃんとしてるね、パパみたいな感じですけど、とんでもねえですよ、あいつは。まあね、あとまあうちの後輩で言ったらもう有吉がね、今も大活躍ですから。もう有吉もね、あのー、まあこれあんま、まあ本人はね違うって言ってるんですけど、まあ、まあ、噂ですけどね、お父さん職業泥棒だって話ですけれども。はい <laughs> <ああ>。<laughs> 噂ですよ、もちろん。噂ですよ。 な、あの、人のものは盗まないとは言ってましたけれどもね。うん。じゃ、どんな泥棒なんだって話なんですけど。うん。山に生えてるキノコを持ってきてしまうって話はしてましたけどね。<laughs> <laughs> そう。そんな話はありましたけどね。まあ、本当かは噂です、あくまでもね。まあまあ、そういう噂っていうのはね、どんどんありますからね。だってもう、有吉だって、あの、東京出てきた時は、東京ドームかなんかの、周りのなんか、こう、木が生えてるところとかで、あいつノジックしてたんですよ。家もなくて。 ほんで、大田とかのライブ来るようになって、最初金髪で、なんかね、赤い羽のストールみたいのしてて、なんかね、超奇抜な子だったんですよ。なんか、一風変わってるな、みたいな感じで。だから、猿岩石のイメージがあるんで、なんかこう、高青年みたいな感じですけど、とんでもねえっすよ、あいつ。だから、劇団ひとりとありをして、あそこ同期なんですけど、とんでもねえ後輩が直続に現れたと思って、俺ドキドキしたんですから。まあ今はね、もうあの、もうみんな二人とも売れて、本当にありがたくてね。 もうあの当時から本当面白かったですからあいつらは。